カームです。いつもご視聴ありがとうございます。はい、久しぶりにメイク動画撮れるようになりました。はい、目の周りが腫れていて、今もちょっとね、まだ花粉症があって痒かったりするから、ちょっと傷ついたり赤くなったりとか腫れたりとかしてるけど、だいぶ良くなったので、ちょっとねメイク動画撮ろうかなと思います。はい、で今回は、こちらもだいぶ多分遅れてると思うんですけど、キャンメイクのシルキースフレアイズマットタイプ M04 番、光ってたかな、はい、M04 番を使ってですね化粧したいかなと思います。はい、それでは始めます。髪の毛はもう縛ってます。はい、はい、じゃあちょっと止めますね。はい、そしたらいつものようにジェタセザンヌ、こちらを塗ります。はい、適量適量塗って塗ります。適当かよって。はい、これだけでもツヤが出ますね。あ、ちなみにもう化粧水とクリームみたいななどなどは終わらせてあります。はい、もちろん。はい、じゃあ全体に塗りました。はい、で、あんまりね、私目の周りとかに今ゴテゴテってつけたくはないから、いつものようにこちらの、はい、資生堂スポーツカバーファウンデーション H100 です。はい、これをつけます。大きい鏡をちょっとこっちにあって、見てるんですけどね。はい、ちっちゃい鏡で。なんかね、なんとなくなんだけど、ここはまあ、色素沈着ちょっとボコンとなってて嫌な感じだけど、ここなんとなく薄く見えるんですよね。うん、やっぱ気になるのはこことここなんですけど、あとこの辺はなんかね、なんていうのかな、地図みたいな、なんとなくうっすら茶色みたいな集合体あるんですけど、ここがねマスク一番しててここに来ちゃうから、ゴムが一番嫌な部分なのに剥げちゃうっていうか取れちゃうっていうかね、それが嫌なんですけど、どうしようもないですね。はい、あとトントンします。トントンブラシでトントンします。はい、でこちらもで最近はですね、動画にもしてるけど、ちょっとスキンケア いろいろやってみようかなと思ってやってみてます。で大体のいろんなことを、まあ、あんまり難しいことはしたくないから、まあ、顔洗ってオールインワンだったりそういう感じで使ってるんだけど、なんかねまずもって、そうですね、そんなにトラブルもなく、ちょうど、ま、間が悪いというか、タイミングが悪かったというのは、すんごい本当にその花粉で、花粉が目の周りについたらしくて、それでボンボコボンに腫れて、痒くて痒くて、もう毎日毎日大変なんですけど、まあ今もね、ちょっとまだまだこれからが本番ですね。7月、まあ7月ぐらいまで花粉ひどいかな、花粉症がひどいかなっていう。はい、で、はい、じゃあもう全体に塗りました。で私最近眉毛カットとかはしてなくて忘れちゃってなんかもうお化粧してもその目の腫れてるのとかが気になっちゃって、うまくいかなくなっちゃってて、自分の中でなんかすごい嫌だなと思ってストレスになってたんですけど、まあ今もですけどね。はい、じゃあ眉毛先に描きます。これ眉毛はエチュードドローイングアイブロウペンシルライトブラウンです、はい、こういうちょっと平べったい感じね。で、ここですね、ここにビーって書いちゃって、眉毛も整えてないからね、ちゃんと整えなきゃと思ってますはい、でこう適当にですね、はい、自分の好きな角度になるように
まず土台の線を引いて、で、はい、ここね、まあ、ここもなんか毛が多分生えてきてる。気づけばというか、一応気にはしてるんですけど、いつでもお店で眉毛メイクというか眉毛剃れたりとか整えたりとかできるのに、見た感じいいかなと思っちゃうんですよね。こうやって描いた後だから余計なんですよね。で、帰ってきてお化粧とかね、普通に落とした後に、あって眉毛ボサボサだみたいな感じです、はい、はい、そしたらこれビセの、アイブロウですね、パウダー、BR さん、はい、BR さんピンクブラウンです、はい、ピンクブラウンですね。こちらをこのフーミーの筆でまず、ここの薄い部分ですね、これをのせますね。眉頭の方にこうトントンとのせます。のせちゃいます。そうするとなんか太めの眉毛、ナチュラルな太眉みたいな感じ、それを目指してるんですけど、はい、で、この次真ん中のピンクをここにのせます。はい、のせて、のせました、はい、のせましたが、あとはこう付属の筆があるので、眉尻とかをこういったね色合わせてと、こうね、こうやって絵のように、はい、足りないところに描いていきます。だいたい眉尻とかね、なんか眉尻の方を決めとけば眉毛いいような気がするんですよね。あとこういうここら辺はちょっともうぼかしちゃわないと力強い眉毛になっちゃうから、はい、でこんな感じですかね。でちょっと整えますか。はい、で眉毛マスカラは今回しませんね。整えるとしたらクリアーかなんかがあれば、ちょっと眉頭上に上げたりとかすればいいかなと思うんですけど、ちょっと今クリア見当たらないんで、はい、もうあるものでやってますはい、じゃあこちらでいきます。キャンメイクアイシャドウですね。シルキースフレアイズマットタイプ M04 です。初めて使います。はい、マットタイプということでね、そんなにギラってないけど、まあゴールドの方がちょっと光ってるけど、どの辺つけようかな。まずこのピンクを指でここにね塗りますね。はい、もう塗っちゃってます。肌の色でそれぞれね色の出方が変わってくるんじゃないかなと思うんですけど、これはもうピン、私最近ピンクにハマっているのか自分でも分かんなくてピンクでもなんかね、最近はド派手なピンクですね。そのパステルは似合わないから明るめなピンクが好きですね。そしてそういった服が売ってるので、はい、この涙袋にも塗りますね。そういう服の色も売ってるからついつい目がいっちゃうんですよね。まあ派手なんですかね私、はい、生活は地味なんですけど性格も地味なんですけど、はい、じゃあ全体に、はい、囲んでみましたね。はい、そしたら次どうしようかな。ちょっと筆でも使おうか、指でもいいんだけど、このこちらのこれですね。これちょっと筆に取って、はい、塗ってみます。おお、でここにも塗ります。なかなか色的には可愛い色ですね。はい、こちらにも同年代と言ったら違うかもしれないけど、同年代50代って言ったら同じ、勝見さゆりさんのさゆりさんすごい可愛くて好きです。で動画とか見せてもらって勝手に見てるんですけどはい、インスタとかね、なんかすごいな、可愛いなと思って、メイク動画とかもなんかね何かの動画で出してたけど、そう、お肌が綺麗ですねこちら。でなんかポジティブな感じ、はい、が好きですね。明るい感じがやっぱり芸人さんだからかもしれないけど、でもなんか根っからのなんか可愛い感じとか、なんだろうね、ああいう風になりたかったなはい、あ、この茶色でね、ちょ今目の周りちょっと締めてますね。じゃないとこ見て、なんか寝てる、ちょっと起きたかなちょっと起きた人
ちょっとね、この目の周りのラインは入れといた方が少しぼんやりした顔になるよりはちょっと目が締まりますね。はい、こちらもいきます。あの三角目ってあるじゃないですか、高校。これね、でアイテープみたいなのを100均で買って何回かトライしてみてるんですけど、うまくいったりとかいかなかったりとかもあるし、その花粉症でなんか目が腫れてる時に特にちょっと気になってやってみたら全くおかしい目になるし、まず外れちゃうっていうか取れちゃうっていううまくいかなかったかなっていうのがあって今はやめました。はい、まずこれは天然のシワですシワです、はい、このね、ここですね、ここがもう三角目になってるんでわかるんですけど、こう前昔だったらね、若い時だったら丸かったりとかあるけど、だん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 下がってきてますね。はい、あ、そうだ、せっかくだからこのゴールドですね、ゴールド、これはゴールド、じゃあここですね、ここにキラキラを入れてみますか。はい、せっかくついてるんだからね、あのちょっとつけたいですよね、どんなもんかなと、うん、まあ最近気をつけてることはここの上まぶたっていうか、そう、そうですね、そこにはあまりそのこういうキラキラしたものをつけないようにはしてます。はい、で今右目が本当に痒くてちょっと腫れてて、こういうとこになんかね、自分のシワなんですけど、このそこがやっぱこの辺今ちょっと腫れ気味ですね、右目がすごい痒いですからね、うん、だからね、あんまりつけすぎたらね、シワ強調しちゃうんですよねそれは気をつけたいんだけど、はい、こんな感じで可愛い色ですね。ここの幅をしぼめる、ここの間伸び、顔ってなんか伸びてきて下がってくるから、口とここの間をはす、あの、はす、何、縮めるためにここの下のまぶ、涙袋のところにアイシャドウ塗るように、してます。あのなんか猪狩しのぶさんとかそういう方の動画とかを見てやってます。ファンデーションの塗り方はあのバケコ先生のやり方とかをちょっと自分も取り入れてやってみてます。はい、だから若いからとか年取ってるとか年齢気にするとね、どういう化粧していいのかなって自分も思うんですけど、まずはちょっとやってみようみたいな、ちょっとビューラーしますね。でこのビューラーもなんかね、最近調子悪いですね、目が一回腫れぼったくなってから、あんまりこうまつげが、まあ、抜けちゃったかもしれないですね、描いたりしてるからひどかったんですよ。はい、あ、やっと少しずつまつげ上がるようになりましたね、全然なくなってたのか、まあもともと少ないんですけどね。はい、じゃあ下地セザンヌの、はい、ネイビーですね、これをちょっと少ないまつげに塗って上がってるのをキープして、はい、はい、調子いい時だったらもう全然ビューラーとかつけない、作らない、使わなくてもねいいかななんて思う時もあるんですけど、はい、じゃあ次はいつものですが、今回セザンヌの、これでジェルアイライナー使います。これをインラインとして黒目の上だけに塗ります。私の場合はこれをつけるかつけないかで、眠そうな目か、ちょっと元気な目か、そういうのも分かれます。はい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 。こんな感じですね。はい。ちょっと生き返ってきました。はい。生き返ってきたかしら。はい、はい。じゃあ全体にはつけません。はい。本当は黒目のとこだけ。で、下は、このキャンメイクの、ちょっと見づらいですね。クリーミーアイライナー、番号見れないですねアイライナー08 あ、違う、05です。05ほんと老眼すぎる。05番をこれ一回繰り出しちゃったら引っ込められなくて、自分で調節 して出さないと引っ込むことができないんで気をつけたいですね。この粘膜に塗ります。これをすると一気に垢抜けるみたいな粘膜に塗ると、ほらなんかパーッとした今時の目みたいになりません今充血してるからどうなんだろう
はい、こちらも05番です。これね、こうなんかこう粘膜に色を入れるってことでこう、はい、充血したような感じになりますね。でここちょっと目尻の方にも足しておきます。こんな感じで、はい、であとそーっと蓋閉めますね。はい、そしたらあとはいつもの感じでやってみますか。はい、これはまだまだいっぱいありますねついてるじゃない、いっぱいあります。はい、フーミーの、あのフェイスパウダーですね、こちらをこの辺に塗って、あとここの上に塗って、はい、で私最近太っちゃったんですけど、まあ2、3キロ太りましたね。まあ元に戻ったっていうかな、あのダイエットしなきゃとか、いやちょっと太ってきてるなっていう時が去年の8月7月、なんかその辺だったんですけど、まあ、それからちょっと一旦体重ガーンって落ちて、はい、だけど最近ゆるゆる生活、なんていうの、普通の生活になったからまん丸くなってきましたね。はい、体にも、うん、体脂肪が ついてます。それをどうしようかなと思ってるんですけど、なかなか落とせませんね。はい、じゃあこれはウズの、マスカラです。よいしょ、もう だいぶないんだけど、カーキですね、カーキを塗ります。買わなきゃないですね。だいぶ乾いてきてる。これほんといい色なんですよ。ピンクに合うというか、うん、カーキ色の目元好きですね。はい、もうパキーンってこうシャキーンってしたいときは黒使いますけど、最近は赤とかそのカラーマスカラつけてますね。はい、カーキなんでそれ黒に近いというか、パッチリ目にはなるかもしれない。やっとこの辺も本当に腫れがすごかったんで、マスカラ塗ってもですね、上がらないんですよね。今日はなんとか少し頑張って上がってくれてます。あんまりねグイーンとは上げないんですけど、普段気合が入ると、はい、頑張るぞってなりますけど。でこれは、ちょっと遊びですね。ソポさんの、ソポのコンビニで買える、ファミリーマートで買える化粧品なんですけど、このキラキラですね。これをこのまつげのここに塗ります。ちょっとわかりづらいんですけど、なんとなく光って綺麗です。はい、で下の、私まつげ薄いけど、ここにも塗ります。今日絶対右目落ち腫れてる、ほんとやだ。気づいたら描いちゃってるんですよね、ゴシゴシと。それ一番ダメですよね。はい、はいはい、でこのツヤ今出てるじゃないですか。それはツヤは 何かって言ったらこれですよね。このセザンヌ UV ウルトラフィットベースオレンジベージュ化粧下地本当に読めなくなっちゃう。はい、なんですよね、このツヤですね。であとさっきはね、シエドのスポーツカバーファウンデーションでトントンしただけです。はい、じゃあちょっともう派手な上に派手ですね。09番ですね、セザンヌナチュラルチーク09番を塗っちゃいますね。この専用のハケでまず塗っちゃいます。はい、これ塗るとちょっとね、その光みたいなのがなくなっちゃうんですね、これ上から塗っちゃうと。マスクするからいらないかなって思うけど、外すこともあるからね。はい、つけすぎかな。いやでもね、これをこうして外から内に、外から内にするとですね、なんか収まりますよね。化粧はね、本当にね、するとしないとではね、気分がね、落ち込んでてもですよ、調子悪くてもするとしないとでは違うんですよね。でさっきのチーク、ちょっとこれ大きい筆につけて、この辺輪郭ぼかす意味もあって、はい、こうしますけど、でこうやって、はい、大事なんですよ。なんかいろいろ私の化粧言われるけど、つけすぎとかそういう、なんていうの、そういうんじゃなくて、自分のモチベーションのために化粧してるんで、はい、まあね、
られるかなと思いつつ、いやでも自分は自分なんだ。はい、これはセザンヌの07番のティントですね。はい、元気な顔になりたいと思う時はこういった濃いめのをちょっと塗ってあげます。これ下地でも何でもいいんで、こういう感じでちょっと塗ってあげて塗ってあげて、こんなに濃くつかないから、こう唇って主張しなくていいですで、なんか寂しいなって思ったら、グロスちょこっと塗ります。これはフーミーのピンクのグロスですね。はい、はい、これでパキッとしたような寝ぼけた顔から卒業できたかなで、仕上げに、まあ今はまだ使ってます。全然使わなくてもいいと思うんですけど、こうあるうちは使おうかなと思って、キープミストです。はい、これを真夏の暑い時につけたとしても、マスクしてたりしたら絶対マスクで取れちゃって、はい、どうかなとは思うんですけど、なんとなくねこうやってた方が落ち着くんですよ。はい、はい、で前髪、結構前髪もうパッキンになっちゃって今日はねこれにねちょっとまあベレー帽かなんか乗せちゃおうかなと思って、髪もだいぶ伸びましたよね。ビリシャリ感はあるけど、自分でもちょっとびっくりしてます。はい、下ろすとなんかこれぐらいで一番なんかちょっと中間なやぼったい長さというか、難しい長さになってきました。はい、できましたどうでしょうか。やっぱりお化粧すると気分も違ってくるし、ね、なんか、はい、違いますよ。何もお化粧しないで家にいたら、もうなんかそんなどんよりしちゃって、もう落ち込むっていうかブルーな感じになっちゃうんで、なるべくお化粧するようにしています。はい、最近ちょっとね、出ることが多くなってきて、あちこち道内ですけどね、あちこちこう人気のいない輪郭海沿いをちょっと行くことがあって、なかなか忙しかったんですけど、それの疲れもあって、あと花粉症もあってですね、メイク動画とか今忙しくて撮れなかったんですけど、やっと撮れました。で、私の動画どんなのが見たいですかってちょっと、アンケートみたいなのをちらっとだけ撮ってみたんですけど、メイク動画が見たいですっていう方がやっぱりちょっとね多かった感じがするので、メイク動画も、はい、増やしてみたいと思います。はい、本当に原点はメイク動画だったような気が しますね。はい、あと食べる動画はい、ということで、何かの参考になりましたらチャンネル登録、評価、コメントお待ちしてますそれではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。